おはようございます。主家堂の田中です、えー。これはですね、えー、うちで今ある伊藤真水ですね。えー、伊藤真水は、あのー、まあ、そうですね、美人側の巨匠の。が、まあ、三人いるとすればですね。えー、荘園、江村荘園、鏑木清方、そして、えー、伊藤真水。 えー、このまあ三巨匠の一番最後に、えー、生まれて活動したあ作家ですね。えー、と信州の絵はねなんかやっぱモダンで洗練されててですねかっこいいんですよね。そのかっこよさとか華麗さとかねあとこの大正時代も生きてるんでちょっとこうドロッとしたねまあいろんな魅力を持ってる、えー、絵描きです。えーとこの 伊藤水の絵ですね、えー、もしあのお手元にあのおありの方はぜひですね、えー、お問い合わせください、えー、うちできちんと評価して、えー、買取もいたしますし適切な売却方法なんかもご相談できますので、えー、ぜひお問い合わせくださいよろしくお願いします